阪44期生配信番組同期、今回も MC をさせていただきます、田中らいけた田辺です。お願いします。何、いや紹介してよ。そして田中らいけたの池田です。お願いします。そして9番中村です。よろしくお願いします。お願いいたします。どうしたどうしたどうした、どうですか。いやどうですか。いやだからその今の僕悪いですか。いやだからちゃうね、そのあのさっきのリハーサルでも、はい、あのいちいちその田辺の接続詞で揉めるやめてもらって、はい、そうなんかその紹介するときにそしてってなんで言うねんみたいなで面倒ないですか。いや面倒ないですよね。パッパ言ったら良くないですか。どっちでもいいわ。田中ら池田田辺と田中ら池田池田と何やったら田中ら池田とヒューマン中村ですでもいいぐらい。いやまあまあそうだけどね。見てもらってる方に個人名個人名個人名はやっぱりバッと音で聞いてもらったり。そうかもしれない。一回ずついる。どっちでもいい。本当にどっちでもいい。それヒューマンさんが言うてくれないからやるんですよ。ずっと。え俺のせいだって。言うてくださいよ。いやだから。リハの中で引っ張りすぎやん。そうやね。よろしくお願いいたします。お願いします。さあこの同期という番組はですね、毎月あの NSC 生が行っておるラッシュというですね、はい、イベントのですね3日間行われているんですけども、3日間各日程の上位3組が出演するネタとアピールのライブ、配信番組となっておりますので、よろしくお願いいたします。もう今回もですね9組プラス1組の、うん、はい、NSC 生たちが出てくれるんですけども、うん、今回からちょっとシステムが少し変わりまして、はい、我々3人プラス、はい、先輩ゲストを一方呼んでこの番組を盛り上げていこうということになりましてですね、今回記念すべき第1回目のゲストをご紹介したいと思います。この方です。どうぞ。誰ですか。来ました。ありがとうございます。マルセンユーです。そして津田です。お願いします。そこは一番怒られてる。そこは一番怒られてる。めんどくさいね。一番聞いてたかお前。俺が言ってたこと何も聞いてません。負けんなって。一回で行けよもうバッと。一番どうでもいいです。さあ津田君よろしくお願いします。津田君は NSC 生たちとはいろいろ。そうですね、それこそラッシュの MC をさせていただいたりとか、はいはいはい、ラフネックっていうのはラジオをやらせていただきまして、うん、卒業して3年目以内の子とか現役生の子がゲストに来てくれて一緒に喋るっていう番組もやらせていただいてるんで。大学生の子たちも行ってるんや。そうですね、だから何組か、知ってる子もいますし、プライベートで遊んだことある子も大学生。いいな。なんで嬉しい。もうあるないよ。ないっすよね。ないうわ、お前の方が近いやん。まあ、確かに、どうやって声かけるん。そうそう。お前どう、何し、でも確かにええですか、そんなんいいんですか。いや、俺らこのそんなんええの。服同士やから、まあ、後輩やからね。そう、僕は単純に後輩なんで、うん、一緒にサッカーしたりとか。いや、まだでも後輩なのか。もう後輩やけど。いや、でも俺でも副講師で生徒やから、はい、俺やっぱ敬語で喋ってるもん、はい、NSC の時は。あ、後輩というか生徒っていう感じがなんかするから。それでもヒューマンさんちょっと気弱すぎるんじゃない。それはそうですね。ヒューマンさんなんか断られたらどうしようとか思うでしょ。あれちょっと待って、3-1だってる。そういう構図に。3-1だってる。気づくの早いな。びっくりした、びっくりした。やばい勢力図が。勢力図とかね。だから僕知らない面白い方も多分たくさんいらっしゃると思うんで。なるほど、楽しみにしたいと思います。すごいよ。はい、それではですね、今回の、10組の NSC 生をまずは紹介したいと思います、はい、こちらの10組です。どうぞ、はい、10組ね、気になりますね。はい、さあ一組目からカラフルタウン。前回ですね、うん、カラフルタウンは11月の1位を取ってるんですけども、今回12月の、上位3組なんですけど、先月11位取ってるけど出れなくてですね、前回は。そんなこと間に合わんかってな。そうなんです、カラフルタウンの男の子の方がですね、ちょっと岐阜にお住まいでですね。え、岐阜マジですか。はい、岐阜からは来れないと思う。NC って今岐阜がよいよ。そうよ。もう来年は岐阜校ができるかどうか。だいぶ攻める。吉本だいぶ攻めるな。岐阜。でも今回は岐阜からなんとか間に合ったということですね。よかった。よかった。はい、出てくれて、津田君この中で知ってるとことか。出んの。とね、それこそヤバい大人とかの、
あの、うん、女性の方ラジオ出てもらったりとか、うん、シャッカーザルとかも多分ライブで言ってたりとか。え、俺のクラスやで、シャッカーザル。え、そうなんすか。お前遊んでないやろな。まだシャッカーザル遊んでないやろな。ちょっと過保護すぎるぞ。なんか純真さんも知ってますし、なんか知ってるから。すごいな、お前。すごいですね。いや、じゃあこんな10組のですね、はい、ネタありアピールタイムありと楽しい番組となっておりますので、はい、最後までお付き合いください。それではネタの方からご覧いただきましょう。どうぞ。あ、ごめんなさいね。どうしました？今日ちょっと寝癖がひどくって。大丈夫ですよ。大丈夫ですか？うん、大丈夫大丈夫。うん、古田優です。そしてドバーン、ジョズコです。かわいいカラフルタウンです。お願いします。私ね、一人焼肉に行きたい。挑戦こそが人生だよね。うん、おいしい。初手はやっぱりホルモンですよね。うわー、煙が目にしみる。ジョジョエン。さっきのツッコミきつかった？え、ごめん、ごめんね。ほんと？よかった。店員さん、締めに生焼きください。ジョズコ、店員さんはボタンで呼ぶんだよ。でももう疲れたから一人焼き肉やめる。そういうこともあるよね。どうも。今度俺の知り合いが主催で草野球大会があるらしいねんけど、うん、なんか一人欠員出たらしいから、お前出たってくれへん？ああ、別にいいけど。ああ、ありがとう、助かると思うわ。でも俺あんま野球のルール詳しないで。あ、大丈夫、みんなあんまルール知らんらしいから。どういうこと？あれやねん、お前以外の出場者全員、うん、最近までパキスタンの刑務所入ってた元囚人たちらしい。あ、やっぱやめとくわ。なんでなん？そこは俺何されるか分からないぞ。大丈夫、もうみんな更生してるから。ほんまか？うん、でみんなあんまルール知らんってことでちょっとルール変えてやるらしい。まずなんでルール知らんのに野球やんねんそれ。で、まず通常のストライクゾーン、あれが分かりにくいってことでストライクゾーンをバッターの顔にしてるらしいね。危なすぎるやん。危険球でそんな乱闘起こりまくるやん。そんな、そうだから実質勝敗は乱闘で決まるらしい。それ野球ちゃうやん。何やねんそれ、野球ちゃうやん。なんだそれ、野球じゃないやん。野球じゃないやつ。それ野球ちゃうやん。それ野球ちゃうやん。それ野球ちゃうねん。野球ちゃうねんじゃなくて、それ野球ちゃうやん。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 それ野球ちゃうやんでした。どうもありがとうございました。どうもー、やたらまりです。お願いします。俺最近思ったことあってさ、なんか人の命と花って似てるなって。人の命と花。そう、ほう。なんか花って咲いてる瞬間ってほんま一瞬やん。まあそうやな。でも最後散る瞬間だけそれまでもずっと綺麗やんか。ああ確かに。なんかそこが人の命と同じやなと思ってさ。ほう。まあ生まれてから死ぬまで、うん、まあ、いろんな人と出会って、ああいろんなものを見てさ、おうおう、ほんでいろんなことに感動して、おう、なんかすごい壮大な話やなって思うねやんか。ああまあな。でもやっぱりそういうの花と一緒って、花ね。え？まあその花と人の命と花が一緒やと思った。そうだね、それが言いたかったのよ。そう、人の命と花が一緒ってことで。そう思った、まあ、そうだね、まあ、花は枯れるまでずっと輝けるわけやから。ああなるほど。人の命もそうやって最後まで輝けるんやなと思ってさ。ああなるほど。そんなことをぐるぐる考えてたら、ほうほう、俺も毎日を無駄にできへんなって思ってきて。ほう。だから一日一日を大切に最後まで頑張って生きようかなって思ってるな。ああなるほどな。確かに、まあ、深い話やな。うん、まあでもこれ
噛んでたガム吐くとこなくて、手のひらに直接出した時に思ってんけどさ、汚ねえな冷めたわ、いつ思いついてんねん、時間返せバカ、どうもこちら200円のお釣りになります、ありがとうございました。いらっしゃいませ。部屋あげろ、え、部屋あげろ、強盗、今から UC 全部従えよ、最悪や、こんな時に限って店長ももらえへんし、手下げろ、え、手下げろ、手上げろ、手下げろ、手上げないで手下げろ、右手上げろ、え、左手上げろ、はい、右手下げないで左手下げろ、オッケー、何が、オッケーオッケー、強盗じゃなくて旗揚げゲームの方ですか、ごちゃごちゃ、あ、すいません、すいません、すいません、手上げろ、はいはい、すいません、はい、手下げろ、はい、手上げろ、はい、手下げないで、下げないで、あ、ごめんなさい、最後までちゃんと聞いて、聞きます、聞きます、はいはい、手上げろ、はい、ピント上げろ、はい、右手下げろ、はい、左手ちょっとずらしって6時5分、オッケー、これ何なんですか、だからオッケー、もう旗揚げゲームでもないし、これ理由は何なんですか、これ、あ、店長？ 6 時過ぎたから上がっていいよ。いや、もっと言い方あったやろ。どうも、ありがとうございました。やばい大人です。コント、幼稚園での不審者訓練。今日の不審者訓練で来られる予定の役者さん、確かそろそろ…すいません。お待たせしました。本日は、よろしくお願いします。私の訓練、だいぶ本気やな。はい、何か言いました？いや、なんか思ってたよりベテランやなと思って。いやいや、僕最近俳優業始めたばっかりで、お芝居もまだまだ下手くそだと思うんで、むしろ演技力でご迷惑をおかけすると思うんですけど。あ、顔がもう名演技です。はい、あ、じゃあもう時間来たんで始めましょう。お配りした台本で言ってくださいね、セリフ。あ、はい、はい、じゃあみんな、今日はもし街でこういう変な人に会った時に絶対についてっちゃダメだよ。例えばこっちおいで、お兄さんと遊ぼうよ。はい、みんな泣かない、泣かない、大丈夫大丈夫、あの、これマジじゃないから、あの、お芝居だからね。すいません、普通に話しかけてもいいでしょ。いや、だってもうめちゃくちゃリアルすぎて泣いちゃってるじゃないですか、もう。それ喜んでいいんだか、え、なんかあそこに人影が、え、え、あれ前の不審者、え、え、大丈夫です、僕に任せてください。おい、お前何しに来た。いや、選挙ポールってどういうことや。ありがとうございました。呪われた。ああ、バ
です、もういいよ。どうもありがとうございました。お願いします。お願いします。いや新年明けましたけどもね。ありましたね。去年もいろいろありましたね。ありましたね、いろいろ。まずオリンピックね。オリンピックね、無事開催されてよかった。ソフトボールが金メダル取ったんですよね。取ったね、見てましたよ。野球は惜しくも4位でしたけどね。野球も金取ったで。さあ決勝まで行ったで。あとあの毎回名言ってありますから、選手は、ね、オリンピックはね名言絶対出ますからね。北島康介選手の何も言えねえとかね。ずっと北京オリンピックの話してんな。野球4位とか北島康介とか2008の話すなよ。あと去年の話。あと総理大臣も変わりました。去年変わったね。福田総理から麻生総理、ね、2008年2008年の話すなよ。あとポケモンの最新作も出ました。あ、去年出た、俺買ったよ。あのダイヤモンドパールの続編ね、リメイクのやつな。ポケットモンスタープラチナね。2008年ずっと14年前のまんま判断すなよお前。あとあのね、リーマンショック起きてね、株価大暴落して、2008年で、あの中国製の冷凍餃子に殺虫剤、それも2008年やねん、ずっと。あと流行語大賞アラフォーでした、ね、もうええわ。なんでずっと2008年の話すんねんお前。あの頃が一番楽しかったから。僕が小学4年生、彼が小学3年生の頃でした。どうもありがとうございます。花草根です。お願いします。いや、中高の頃って、あのジュースかけてようじゃんけんしたよ。懐かしい、やってたな、意味もなくな。あ、ちょっと久しぶりにここでやってみ。ジュース一本かけてさ。やろ、いくよ、いくよ。最初はグッ、じゃんけんぽい。ちょっと待って。間違えた。間違えてんな。すんません。すごめんなさい。ちょっともう一回。俺な、言ったことなかったけどな、生まれてこの方じゃんけん一回も負けたことない。ほんまに負けたことない。最初はグー、じゃんけんぽい。俺の勝ちやな。なんか買ってくれるんちゃう。なあ。え？あ？え？あ？ほんまに負けたことないの？え？過去記憶してるショックで。どうしてた今までのじゃんけん。ちょい、アイコ。違う。練習。練習や。練習かよ、お前。まあ、練習ってなんやねん。練習やったら練習って最初言うとき俺負けてへんやないか。ほらやるで本番。行くで。行くで行くで行くで。最初はじゃんけんぽい。おお。アイコでも。さっきの確認何やったん。勝ち続けるんが政治じゃないんすね。もうええわ。どうもした。ご安全に、どうも、純新作です。よろしくお願いします。創造、日本のものづくり、こうして私たちのもとへ届けられる。今回紹介するものは、飲食店では欠かせないこれ。皆さんご存知、ファミレスで伝票を入れるやつです。今回はこのファミレスで伝票を入れるやつの製造方法を、創造で紹介したいと思います。まず、ファミレスで伝票を入れるやつの原材料ですが、これ実は、門松が使われていたのをご存知だったでしょうか。正月で役目を終えた門松のいらない部分を全て捨てて、そして竹だけにしていきます。そして竹の先端を切断すると、もう勘のいい方はお気づきでしょう。そうです、あの形にもうなっています。ちなみにここを牛の希少部位になぞられ門松のヒレと呼ばれています。次に伝票入れ培養液というものに先切った、竹の先端を投入し、ここから約18時間漬け込んでいきます。この培養液の成分というものはヒアルロン酸にコラーゲン、そしてニベアの成分が含まれているため、長時間漬け込むことにより、色素が完全に抜け落ち、そして柔らかく透明になります。そして私たちがご存知のファミレスで伝票入れるやつが完成します。嘘です、明けましておめでとうございます。ありがとうございました。ちょっとシャカザル以降ちょっと伝染してましたけど、ちょっとね、ちょっとね。あれはあれ、なんかおもろかったけど、やってみちゃうやっていっぱい言う。津田君いかがでしたか。いやめちゃくちゃ面白かったですね。飛ぶとこはもう仕方がないことなんで、そうそうそう、今全然気にしない。それは言うてるよ、授業でも飛ぶのは仕方ないって言うてるよ。俺よりマウント取ろうとしてるいいじゃない。ほんまに皆さん上手やし、声も出ててめ
ちゃくちゃ面白かったですね。え、楽しかったですけど、じゃあここからですね、皆さんのアピールを見ていきたいんですけども、はい、今回もですね、NSC43 期生のアシスタントの方々と進めていきたいと思います。誰や、今回は誰ですか。はい、はーい、どうでーす。外れかよ。はい、ジャスト仁岡のリクトです。ジャスト。はい、大晦日はいつ年を越してもいいように、あのずっとジャンプしてました、テキサスマンデロレオンです。早い早い、お願いします。お願いします。オーナー2人、いや多い、もういい、3ヶ月ぐらい連続じゃない。確かに、そうっすね、この二人なんでんな、ハマってるのかもしれないハマってるかな、入れちゃいますね、まあ、テキサスマウンテンローレルは史跡、去年の史跡ですし、はい、ジャストリオカめっちゃおもろいって劇場で僕聞くんですよ。本当ですか。絶対上がってきますっていうの聞いて、お前アシスタントにも手出して手出してやめてください。手出すって言い方すごい、だからそこの二人がちゃんと面白い二人が選ばれたんかなっていう、まあまあネタではこういうとこがすごいということですよ ね、 確かにですね。今日も新生たちの情報をいっぱい入手してきましたか。いや、めちゃめちゃ入手してました。今回はですね、はい、そんな入手してないですよ。斧はそんなしてないですよ。めちゃめちゃリサーチかけたよな。かけました。今回はあの B5 で収まりきらず、あの A4 になりました。でかかった、はい、もう一個あげてくる。ちっちゃいねん、まだ。まあ、での2人よろしくお願いいたします。お願いします。それではですね、初登場のメンバーから順に呼んでいきたいと思います、はい、まずはですね、カラフルタウン。カラフルタウンの栗田優です。カラフルタウンのジョズコ、芸名が鮫島ココです。よろしくお願いします。どっちなんてなんてジョズコの方が本名です。ジョズコが本名、ジョズコが本名わけないでしょ。鮫島でしょ、絶対に。鮫島ココが芸名の方なんですけど、うん、その漫才中だけ相方からもらったあだ名を使ってる。なるほど、それはジョズコだと思うから。え、それプロフィールでジョズコって書いとってほしいな。ジョズコはじゃあ名前ではないと、古田が呼ぶ、はい、呼び方や。はい、ほんで俺らあんま、まだまだ言ったらあかん仲やな。呼ばれたいのは鮫島ココなんですけど、漫才中だけジョズコになってます。なるほど。フルタはジョズコと呼びたいの。あ、はい。なんで呼びたいの。興味しかないわ、俺ここには。ですよ、今日はちゃんと岐阜から来ていて、どっちが、どっち、フルタ君、フルタかい。さあ、カラフルタウン情報、なんかもう興味しかないですけども、あの、ついにあの秘密が解かれます。もともと知らんねんけど。まず、あの、元 AD の鮫島と、8年間引きこもりだった古田が、その街を明るくしたいということで、カラフルタウンを。おー、めちゃくちゃかっこいいやんけ。確かに、何もやってん、コンビニ。色づかせたいぞ、街を。うわ、そういうことやった。優しいネタやと思ってる。確かに前向きな気持ちさせる。いや、結構ね、傷つけること多いけど、多いけれども、何にも傷つかない。そうか、はい、素晴らしい。あー、そうか、そんな優しい2人やったんや。この古田がですね、うん、なぜ岐阜からまだ通ってるのか。それ謎、それ本当謎よ。この謎をちょっと古田が言えるので、はい、言っていただくと。おい、それは言えるよ。古田しか知らんからな。いや、あの、一人暮らしが怖いんです。すごい、怖いよな、ずっと。そうや、そうか。いくつやったっけ、古田。今、31です。31やんか。え、過去に、じゃあ、一回もしたことないの。あ、はい。それこそあれジョズコの家に泊めてもらったり。え、ちょっとダメです、まだ。まだジョズコ側は信頼できてない。授業のたびに通ってんのじゃん。あ、はい。結構でも交通費かからへんね。あ、そうです、往復で6000円。あ、そんなもんなん。あ、バス。いや、でも JR 月に何回もある。確かに月何回来てんの。月、あ、でも今、
10回ぐらい来てるんですけど。うわ、6万。アパホテルに泊まったり。うわそれでも、蓄えを切り崩しながら。はい、そうです。あー、なるほど。これどうします？何やすか。どうしたの。なんか募金みたいな集めましょう。出てこいよ。やりましょうよ。いろいろカンパみたいな。いや、そのだってさ、古田もさ、お金あったらちょっと一人暮らしもな、考えれるやんな。多分そうじゃない。多分怖い。怖い。寝る。いや、怖いけどさ。するお金はあるやろ、別に。はい、あんのかい。だってその方が金かかるもんな、通う方が多分。通う方がまだかからんのか。どうしよう。でもまだ、いや、どうもせん。どうしよう。フルタを一人暮らしできるようにちょっとしましょうよ。なんで俺は救急する。でもそれしたいの、一人暮らし。あ、卒業くらいにしようかと。そうよな。あ、なるほどな。そうよな。あ、そうですか。じゃあそんなからも多分何かアピールがありましたら。いや、まだ笑んといてくれよ。時間あるから。ちょっとアピールございましたら。リクト君ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またお願いします。お願いします。それじゃあショートギャグの方をやらせて。あとギャグって大体短いで。岐阜ではちゃいますからね。岐阜では長い。長いです。じゃあお願いします。すみません。ではショートギャグ、アリの観察。あー、アリの行列だ。俺、違う。私の水虫だ。そういうこともあるよね。街が色づきましたね。明るなった。ほんま芸風的になんか面白そう一本釣りしようとあれ飲みも面白そう。いや、面白かったです。カラムタありがとうございました。かわいいな。どんどん参りましょう。続いてはヤバい大人。高校時代のあだ名は鈴木福君の失敗方でした。お願いします。確かに。お前や。雷の日にへそを隠したっきりまだ見つかってません。テクノマテロールオンです。まだ取られてる。取られてるやん。なんだこの小野家リクトのガチャ。二人だけなんですね。二人だけなんですね。隠れということで。小野ちゃん頼むよ。どうですか、今回はヤバい大人情報ございますか。ございます、ヤバい大人情報。やったですね、この、女性はるみさん、女性男性岡くん、なんとどっちも絵が上手いということで、で、絵が上手いなんて言われても見ないとわからないよという方のために、今日持っていただいております。あら、確かに通販番組持ってきております。ちっちゃいな、ちっちゃい。何お財布の中に入るぐらいの。最後は置いとく。じゃあ私から、私色鉛筆画が好きで、こんな感じ。ほんまに？え、ノタモリ？めっちゃすごいや。受けますか、カメラさん。ほんまに？え、あの秋元治先生のアシスタントやってる？そんなや。ガチなカメの。こち亀のなんか扉絵や。すげえ。ガチでうまいです。見通筋が分からや。えぐ。30時間かけて。長いか短いかも分からん。茶色の色鉛筆4本使います。4本茶色だけでなくなったってこと。いや、めちゃくちゃすごいやん。すげえ。人物がもう好きで、これどうしたらいい。おー、断蜜と。すげえ、すごい。ほんで、それでもそれ先見して大丈夫？大丈夫です、任せてください。僕インスタグラムで絵を投稿してるんですけど、世界的有名人からいいねもらったこと。あ、トップ3を一つから、以前ちょっとお伝えしたことあるんですけど、発表させていただいていいですか。まず第3位、女優の小松菜奈さんです。いいねが、はい、2回いいねいただきました。ありがとうございます。もう自慢しまくりました。すごいすごい。第2位は、第2位いきましょう。第2位はですね、あの世界的喜劇王チャールズ・チャップリンの孫です。すごいな。チャールズ・チャップリンの孫からもらったことがあります。すごいけど、は
世界や。すごいやな。すごいけど小松菜奈の方がすごいよ。すごいね。でもパリスヒルトンみたいなことやろ。芸術がわかる人なんで。すごい。イギリスの女優。お前知らんやろ。チャプリンの孫。孫。あ、女優さんされてるんや。イギリスの女優。あ、そうなんや。フォローもしていただいて。で、フォロー返したんですけど、あの30分後に見たらフォロー外されてました。間違えてたよ。スピード。では、はい、第1位発表させていただきます、うん、あの世界的有名ロックバンド The Beatles のアビーロードという横断歩道を渡ってるジャケットなんですが、あれを作られたジャフ・エメリックさんです。何の人なっけ。写真家さん。あ、いや、あの横断歩道音楽プロデューサーの方で。あ、アビーロードのプロデューサー。そうなんですよ。特別音楽功労賞っていう賞も取ってらっしゃる方のコメントもいいのもいただいて、そんな僕が書いたね、はい、見たいことあるけど発表したいと思います。はい、あ、なんか最近笑えてないな、こんな時誰か見たいな。あれ、こんなところにヒューマン中村さんが。え、なんでお前らこのサイズのヒューマン中村さん、ちょうどね、これぐらいのサイズのヒューマン動くなや。うまっ。まだあるんですよ。まだまだ多いな。本当にもっと笑いたいなって。そんなとこ入れんの。棚から入れる。うわぁ、どう、これは鉛筆で描いてんの。そうですね、鉛筆で描いてまして。あ、すごいな。ちょっとインスタグラムをね、皆さんも見てる方、あのチェックしていただいて。お願いします。どういう名前でやってんの。おかすという名前で。おかす。おかす。はい、オカですを略してオカス。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 はい。見てみてください。思ってるのすごいので。ありがとうございます。はい。すごい、でも素晴らしい二人で。素晴らしいですよ。ガチですごいです。ガチですもん、どちらもすごい。この子ありがとうございました。ありがとうございました。あと、アピールあるんですよね。あ、そうです。はい。おい、忘れてるやん。はい。オカ君の方から。じゃあ僕の方からモノマネをさせていただきます。はい。ドラマ、リミット2刑事の現場より、取調室において犯人を説教する武田鉄矢さんのモノマネ。違う、それは違う。人間は生きてるうちに殺したいことを憎い奴に出会うことがある。だが普通の人間は殺さない。そして殺せない。こいつにも親がいる。惚れた女か男がいる。そう思うとそいつが人間に見えて、だから人間は人間を殺さない。生きてる人間を選んで刺し殺した。なぜそんなことができたか。それはこいつが人間じゃないからだ。お前も人間ならしっかり踏みとどまって戦え、人間なら。でもよ、長い。あと最後のセリフが長いっていう。でもよ、エレキティとかしてくれよ。でもよ、でもよ、何よ、最後のセリフ。ちょっとコンプライアンス的に大丈夫ですか。コンプライアンス的に収録やから。あ、まあまあ、その前に切ってるって言ったら、お前はよ、死んだ方がいい、バーカ。大丈夫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 。それ言われてる犯人役を。すみません、ありがとうございます。いや、面白かったです。ありがとうございました。さあ、どんどんいきましょう。続いて、精進。どうも、精進の翔華です。この番組に出てよかったです。精進のキペです。お願いします。お願いします。よかったです。本当によかったです。大学の同級生コンビ。はい、そうです。ありますか、精進情報。精進情報ございます。まず、キペが、ですね、ずっと吹奏楽部やったんですよ。あいつ中等身だ。で、吹奏楽でなんと全国大会出場しております。すごい。やってます。何をやってたの、楽器は。あの、一番かっこいいやつです。あの、違う、楽器飛んだ。サックスで、サックスで。あ、サックス。おー、すげえ。すごい。精進はね、うちの、僕が見てるクラスなんですけど、ヒューマンのクラスですね。ほんまに毎回ネタのパターン変えてきてて、すごいネタをいっぱい多分作ってんだやろうなって。真面目なの。めっちゃ。そして翔華くんの方は。はい、そうです。翔華くんの方がですね、
サッカーやっておりまして、うん、中学校の時に、うん、まあ、関西の代表の、まあ、強いチームの練習の合宿みたいなのあったんですけど、うん、そこであの日本代表の堂安選手と一緒だったんですけど、ずっとやったら分かるんじゃん、すごさ、うん、めちゃくちゃすごいですよ、なんでやめたのサッカーを。それいや、なんかもう怪我しちゃってもうなんかやめようかなみたいな。いや、もう出てきた時にまずふくらはぎがロベルト・カルロスやなと思って。そうやろ、分かるの。まず足元から行く。もうあの中で分かるの。分かります、分かります。確かに、小野ちゃんもようサッカー一緒にしますし、あとまた一緒にやりたいです。小田さんとサッカーやらさせてもらって。そうなの、すごいな、うまい。小野めちゃくちゃうまいっすよ。あ、そうなんや。吉本漫才劇場のカンテって言われてます。ボールハンターじゃないですよ。草サッカー程度やったら別にできるの今で。いや、そうです、もう全然できるんで。僕はあのボランチやってたんで、うん、やっぱその吉本のカンテは僕の方なんで。ちょっと待って。じゃあ小野くんありがとうございました。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 小野ちゃん。素晴らしい、2勝でしたね。あ、ありがとうございます。さあ、それでは精進としてのアピールがもしございましたら、はい、じゃあ皆さんご存知の、うん、以心伝心ハート2ハート系ゲームこのゲームは、はいはい、僕が今こうちょっとめちゃくちゃ仲がいいんですよ、とりあえず、うん、それをちょっと皆さんにアピールしたくて。おで、僕が今ワード今頭に浮かべるんですよ、うん、はい。で、そのワードを、うん、あ、翔華が当てて、はいはいはい、せーのでこう、そのワードが言えたらすごいなっていう、そのすごいね、せーので合わせましょうっていうことです。なるほど。そんなんいける？難しいですよね。テーマなしやろ。テーマなんかないです。いや、もう何万語とあるよ。これをもう合わせます、今から行こう。よし、やるぞ。まあ、こういう空気になると思ってたんですよ、実は。いや、別に。いや、でも、ワクワクしてる。もう、これから、実はせーのって言った時に、せーの、そうめんっていうことが決まってたんです。はっ？けども、それやったら、もうダメなんで、もう、今、変わりました。もう、ガチで当てに行きます。え、どう？何をしてんの？何をしてるんじゃねえ。もう決まった、決めてたよな。決めてた。もうそんなんはダメだなって今おいおいもう思いました今。なんでほんまはそうめんって言ってすごいって言って嘘つけみたいなことしたかったんですけど、もうこんなんバレるからガチでいくと、はい、もうガチでいきます。行こう。なのでもしよろしければ、うん、なんか質問をいただきまして、あ、お題をいいじゃないですか。はい、なるほど。キッペが答え浮かべます。おで、僕がそれを当てるっていう感じにしたいなと思います。マジで。じゃあ行こうぜ。お、行ける乗るしかねえじゃん。ああ、これもう長いしよ。なんか勝手に2人でテンパってますけども。じゃあ津田くん、なんかテーマを。まあ、そうですね。じゃあ、まあ、行ってみたい国。行ってみたい国。これは、行きよっしゃ。え、あるやんな。うん、オッケー、いいよ。行けるやろ。いや、もう浮かんでるよ。いや、マジで浮かんでる。俺、お前のことマジで好き。きそいな。おお、行くよ。なるほどね。せーので行くよ。え、あれやんな。行くよ。はい。あ、あれやんな。うん。え、行く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 、ほんまに行けるやんな。行くやろ、行くやろ、行くよ、行くよ、せーの、スペイン。おぉすげー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 。前が一番喜んでる。スペインで会うのかっこええな。かっこええ、かっこええ。ちょっとなんかサッカーの感じとかあった感じの出てました。すごい、嬉しいじゃないの。これでもダブル東が何年か前にやってたから、もう手洗う方がいいかも。解説とかで、なんか違ったりとかなるから。やってた、やってた。やってて、でもめっちゃいいと思う。いや、素晴らしい。いや、ちょっと場が湧いたもん。湧いた、湧いた。ちょっとカラフルタウンになったもん。いや、マジですごい、マジですごい。素晴らしかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいね。すごいですね。じゃあ、続いていきましょう。続いては、花くすね。受け方間違えていいですか。いや、そんなん言うたらもっと溶けさせなあかんやつおるから。いいな。じゃあジャストニューカー、はい、とありますか。はい、ですね、まずあの池田がですね、この花ぐすねというコンビ名の由来を言いたすぎるらしくて。確かに気になるね、なんなのかって。もともとそれこそ2ヶ月前とかに組んで、うん、でやっと犬っていうコンビ組んでたんですよ。うん、でなんかすごいやっとがひらがなで犬だけ感じて、うん、ちょっとなんかセンスあるなと思ってて、うん、だから
コミ組んだら決めてもらおうと思ってたんですよ、うん、でまあなんか俺らの2人の感じ、まあ、なんか日本語がいいかなと思って、まあ、日本語ので造語でなんか頼むわって言って分かったわって言って次なんか LINE4 つぐらいなんかこの中から選んでみたいなあげられたんですけど、うん、まず1個目がなんか異なるって書いて、うん、あの夫で人で異夫人っていう1個目で、2個目が千本の角って書いて千角、3つ目が感謝の感に財宝の財で感財で花娘やったんですけど、そんな見たことない二字熟語コンビ名にしたないの中国語とかで意味あるんかなとか調べたんですけど全然なくてで、まあ、僕もまだその時は、まあ、喋り出して2週間ぐらいやったんで、なんか適当になんか川端康成の小説とか出てきそうだねとか言って合わせてね、まあまあでも花娘にしようかみたいなんで決まったコンビ名なんですけど、あれでも由来そっからそれがどっから来てるか自体は分かってないんですよ。花娘分からんねや。そうですね。そうなの。あれ理由はあるの？いや、あのほんまに響きだけで決めて、でこれも2分なんですよ、花娘っていうことで。じゃあまあもう完全造語で、音のみで。めっちゃいい音やけどね。そうそう、いやだから、はい、その井上陽水の少年時代って、はい、夏が過ぎ風あざみってあれない言葉らしい。風あざみっていうのは響きだけで、ない言葉つくって歌詞にしてるけど、それと同じことしてる。確かに。陽水と同じ先生。いいんですか、陽水。花娘。次から聞かれたらこれ言いそうです。そう、陽水と同じ先生。陽水と同じ先生。ありがとうございました。そんな花娘のアピールがありましたら。しりとりをしていただいて、あの僕がゲームの村人風に全部返していくっていう、RPG とかの村人のセリフっぽく返す、あの始めていただいて、あのあ僕の順番にやるっていう、じゃあ僕から言っていいですか、はい、え、何から始まってもいいですかね。じゃあ好きな単語一つ、じゃ あ, じゃあ水図図図上には青い雲が広がっている、すべては魔王のせいだ。だですね。青い雲も、まあそうだ、白。だ。だ。ダンボール。ル。ル。ルールもヘッタクレもありゃしないよ。すべては魔王が来てからだ。だですね。だやな。だやな。なんやろ。だっこ。こ。こ。子供はハーブ引きでね、ゴブリンにさらわれたんだ。だですね。だですね。だやだ、え、ちょっと待って、だー返しされてる。気のせいだと思います。ダンス。す、す。すに帰っていったよ。お前が勇者の剣を、お前が伝説の剣を振り回したからだ、だですね。すごい、すごい、だですね。だーばっかりやないか。だですね。だこういうので2周目行くことある。弱い、弱い、弱い。ありがとうございます。さあ、初登場はここがラストですね。次に手が純真作。素晴らしい純真作。ご安全に純真作です。よろしくお願いします。すごい。ご安全に。素晴らしい。純真作情報、純真作情報ってややこしいな。ありますか？あります。じゃあちょっと純真作なんですけど、うん、NSC 生で初めてモニターを使って、うん、まあ、ネタをやってる子なんですけど、その、ね、モニターの金額とかをちょっと今日は教えてくれるそうなんですよ。本当に結構すみません、ちょっとモニターを用意して大丈夫でしょうか。はい、すみません、失礼します。実際にそのプレゼンを、ね、作ってて映像を今日のネタのために。そうですよね、すごかったな。あの僕このモニターを使ったネタが、うん、あの去年の10月頃から始めたんですけど、うん、で一番よく聞かれる質問がこれ全部でなんぼしたんっていうか、よく聞かれるんですよ。まさか全部自前や思ってなかったけどな。あの全部自前で、はい、その台も自前やろ。はい、この机も折りたたみのやつを買って、へぇ、はい、そうです。すごい。それで、うん、もうちょっと聞かれるのが嫌なんで、自分でその見積もり書っていうのを作ってきたんですけど、それが…すごいな、すごいな。液晶テレビがこれ42,000円、結構するね。で、まあいろいろ、まあ、机も12,000円とか、で、あとこの…その持ち込むためのボストンバッグとか、そう、その保護スポンジ類も全部含めると、うんうん、これ全部で10万超えたんですよ。買ってるな。なん
とかなりませんかね、それ。NSC さん待ってんじゃん。あの、NSC さんこれ経費で落ちないですから。ダメですか。え、毎回持ってきてんの。あ、そうですね。うわー、はい、電車で40分ほど。うわー、そう、でもそのバッテリーでも全部だから、コンセントもいらんねや。そうです。場所を選ばないんや。あ、それでもいいよ。そうか、ほんまや。2万円もいいからな。はい、そうです。どれだ。ポータブル電源19,300円。うわー、するね。キャンプ用とかでよく使うやつとかですね。あー、はい、リングマウスワイヤレスって何の。はこれですね。これでこう、あ、チャンネル変えていくということ。はい、これどうします。なんか募金かなんかしたら。これはこっちの方がしましょう。いやいや、払いたらよ。これはもうでもかからんの。もう一回使ってしまうと勝ったから、もう、はい、そこがメリットで、フリップ芸やと一ネタ一ネタやっぱり逆にかかるもんな。修正とかしたらその値段もかかるし。でも俺はもうその俺フリップ芸10年ぐらいやってるけど、うん、まだ10万いってない。年間1万かからん。年間1万かからん。100均とかでいけるから。なるほど。でもまあ、あとはね、消却、原価消却していくだけです。そうですね。そうか。でもまあ持ち運びさえ良かったらな、何ぼでもネタ入れれば。確かに確かに。そうですね。な、はい、もう初期費用だけでな、はい、もうあとそうやろ。それこそね、劇場についてるモニターとか使わせてもらえるだったらな。確かに確かに。予算5000でいいしな、はい、吉本漫才劇場が多分ギリギリ見えない。確かに45度やとちっちゃいか。ちょっとほんまやな。40インチなんですよ。もう一個上げなあかんな。そうなるとその土台じゃ無理なんよな。そうですか。無理やし。とんでもない金なるやろうな。50インチになるとエレベーターがギリギリ入らない。うわー。エレベーター付け替えなあかんやん。こう横にして。そうか。持ち運びもできへんようになるよね。そうですね。うわ、どうする。これがギリギリで、まあそうです、いい塩梅のところが40インチなんですよ。いやでも素晴らしいね。いや、リクト君ありがとうございました。ありがとうございました。純新作君のアピール何かございましたら。このネタを押し出して、最近 3D ソフトもちょっと触り始めたんですよ。うん、で、一応こういう簡単なものしか今作れないんですけど、で、例えば椅子だったりオムライスだったりっていうのをモデリングして今作ったりしてるんですけど、うん、今回モザイククイズっていうのを。面白そう。おお、面白そう。僕が手作りしたのを何か当てていただく。すげえ。これ毎月やろうや、毎月。例題で、はい、これは何か。これはでも分かった。マジですか。くまさん何ですかこれ。はい、答えて、ほんまに答えるんで。はい、木琴。あ、なるほど。正解。すげえ。なんで分かったの、くまさん。はい。俺はクイズだったら本気やから。じゃあこのような感じでちょっと2問ほど用意して、はい、お願いします。はい、じゃあ問題、はい、これは何でしょう。鏡餅。ああ違います。招き猫。ああ違います。金魚鉢。違います。なんかめでたいもんな気すんねんな。こうフルーチェ。違います。いちご味。いちご味。いちご味の。分かれへん。なんかちょっと軽くかヒントは、うん、食べ物です。フルーチェ。フルーチェちゃうてる。フルーチェ見えてきた。フルーチェ見えてきた。めっちゃ横から撮ってるんですか、上から撮ってるんですか。あ、今の考えはすごくいい。なあ、そうですよね、はい、そうですよね。なんだそのヒントは、お皿の上に置いて。あ、なるほど。お皿、この白いのはお皿です。はい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 。ショートケーキ。あ、違います。ね、タイ。違います。ハンバーグのプレート。違います。こんな出えへんか。すいません、答えを。じゃあ生姜焼き。豚の生姜焼き言うてんねんから。あんな赤ないやろ。はい、すいません、答えはこれです。何。うわー、うわー、そんな言われたことないわ。これよっちゃん、よっちゃんかのインサートです。インサートはインサート。わかるか。ベビー用のよっちゃんかを、はい、モデリングして作ります。モデリングしたんやこれ、はい。面白い。面白い。ラスト1問は、はい、2問目、はい、せっかく2問目、はい、これ。そういうことね。これ分かった。分かった、これ。はい。ちゃうかな。あ、もう、これちょっと簡単ですかね。あ、じゃあ、はい。ジャポニカ学習帳。俺もそう思った。俺も。あ、じゃあ、正解、じゃあ、はい。ちょっと見ていきます。はい。そうじゃない。すみません、正解は。ジャポニカ学習帳。そうやろ、ジャポニカやろ、これ。うん。これ、正解は、
工事園サイズのジャポニカが買った。違う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 、工事園サイズなんで、なんかずっとそうやなと思ってんけどさ、あの普通のジャポニカ学習場はちょっと外れとさせていただいて。いやいやいや、そんなんないから。いやいや、面白い面白い。どんどんこのクイズ作っていってくださいよ、本当に。いや、じゃあ、純真さん、ありがとうございました。さあ、それでは、各国に出演した経験のある、上位者のアピールも見ていきたいと思います。まずはシャカダルー。シャカダルの奥こと赤穂です。お願いします。じゃあアピールの方お願いします。はい、見たことも聞いたこともないけど、多分こうだろうなモノマネ。デヴィ夫人がシャドーボクシング中にファンから握手を求められたら。あんなところでデビューでシャドーボクシングしてる、ちょっと握手してもらおう。すいません、握手いいですか。あなた誰。ありがとうございました。そんなせいええやろ。次早いか、気になる。いや、だって見たことも聞いたこともないです。いや、素晴らしかったです。ありがとうございました。さあ、どんどん行きましょう。続いてはヤカラワニちゃうマタヨシです。お願いします。お前はマタヨシやな。そうです、マタヨシです。アンダーソンちゃうやろ。いや、アンダーソン、いや、まあ、アンダーソンですけど。アンダーソンやろ。ちょっとなんでアンダーソンだったか知ってる。いやいや、わかんないです。なんか両親が結婚して、その婚姻届出すときに、なんかネイティブの発音やったら、なんかアンダーソンやなみたいになって伸ばす棒なしで行ったんです。めっちゃ嫌やから。めっちゃ嫌やないの。ご両親に失礼やけど。一族の中でこいつだけアンダーソンやいや、じゃあアンダーソン、アンダーソン、じゃあヤカラワニの、アピールございましたらお願いします。今からちょっと相方がちょっと不安な話をするんで、うん、あの全く関係ないんですけど、安心感だけある言葉で励まします。お願いします。あの俺今スマホの充電 4% しかないの。当日券あります。安心するな、安心する。いろんなシリーズみたい。楽しいな。無理に作れるやつな。どんどんなんか悩み事相談していきたいと思います。アッキーやからにありがとうございました。安心できるな。みんな面白いな。面白いです。じゃあ続いては宛先プレーン。みんなの年収がバレる。お前ら僕上の方なんだ。上、あ、なるほど。荒木君の年収は僕は100ちょいっすね。いやいや、みんなそうやろ。そんなもんよ。さあ、あずさきプレーンのアピールがありましたら、はい、お願いします。あのアピールと言いますか、前回もここでサラリーマンショートコントさせてもらったんですけど、見せてもらいましたね。その際にですね、田辺さんのツッコミと僕らの最後のババーンが被りまして、すごい深いの思いされたんじゃないかなということで。僕が、はい、いや僕どっちも申し訳ないなと逆に思ってたぐらいだけど、ね。あ、ほんまですか。うん、ちょっとそれをここでもう一回謝らせてもらおうかなと思ってたんですけども。で、まあ謝ってくれるんやったら、まあ謝って。あ、じゃあ大丈夫です。あ、じゃあやった方がいいですかね。え、なんか言って。まあ、ほんまに俺怒ってへんから、ええで。はい、すいませんでした。結果謝る。別であるんから、結果謝る。別でやるのが、やるのが。一応、はい、あの、前回やったやつを、使い回して、もう一回だけ。前回見てない方もちゃんと、完全版で見てないから。最後の最後です。オッケーオッケー。そこまで絶対黙っとくから。ごめんなさい。それ言うてええの、最後それって。じゃあ、お願いします。はい。はい、お母さんに怒られたおきに頼りになる上司。ごめんお母さん、テストで0点取っちゃった。本当ごめん、本当にごめん。どないしたんや。0点取ってお母さん怒らしちゃって。大変申し訳ございませんでした。今回ご指摘いただきました件に関しましては、彼も非常に反省しておりますので、今後とも荒木のことをよろしくお願いいたします。謝り慣れてる。これで課長までのし上がりました。バイバーイ。
見たもんね。そうですよね。マジで見たことある。ずっと飲んでもらったから。僕はでも初めてやったから、新鮮でよかったです。いかがですか？いや、めちゃくちゃ良かったですけど、なんかやるならもうちょっと満勤でやってほしい。恥ずかしがるのだけやめてほしい。すごい暑いです。いや、良かった。めちゃくちゃ面白い。面白かったです。ありがとうございました。さあ、続いては、モンク。モンク。モンクの雄平です。松谷です。よろしくお願いします。松谷に、メジャーで禁止されてるからじゃあアピールございましたら、はい、一応前一回出させてもらったんですけど、うん、それを見てくれた友達から、うん、あんまり良くないって言われて、あら、なんかそのあんまり受けなかったらしくて、友達が今回そのリベンジでちょっとショートネタを持ってきたので、よろしくお願いします。友達に向けてやるんや、すいません。ショートコント、運命の人。ありがとうございました。
さんがいかがでしたか。いや本当に全組面白くて楽しかったですね、うん、なんかこのお三方となんかノリがあんのとかもなんか見てて、なんかいやノリじゃないですよ津田はそういう見方せんでいいよ、優しいから。いやいやいや、あれノリじゃない、あれノリじゃなかった、あれノリじゃない、池田さんが悪いんですよ。いや楽しかったです、ありがとうございます。で、10組とも面白かったですけど、ティモさんいかがでしたか。いやでもほんまにあの さっき津田も言ったけど、はい、そのなんかノリが生まれてって、うん、いやお前こそ生徒に手出してるやんと思ってました。池田さんノリが生まれてって、俺そんなないのに、ちゃんと遊んでる、ちゃんと遊んでるやんお前。俺そんなないのに手出すっていう表現で、俺なんかドキッとしました今。池田君も楽しそうでよかったです、ね、いやよかったです。さあということで、NSC 生のですね、今後も応援よろしくお願いいたします。それではここで NSC 大阪44期生から、お知らせがあるということでお願いします。おーいいでしょ、そんな言うたろ、吉本のためにやんなきゃ。頑張ってね。吉本興業が吉本アカデミーを設立、来年40周年を迎える国内最大規模のお笑い養成所 NSC、 コンテンツ制作プロデュースを担う即戦力を育てる吉本クリエイティブアカデミー、歌唱パフォーマンス演技など幅広くエンターテインメントを学ぶ吉本パフォーミングアカデミー、 YouTube、SNS をフィールドにトップクリエイターを目指す吉本デジタルエンターテインメントアカデミー、この4校のカリキュラムを高校3年間で学ぶ吉本興業高等学院の5校からなる吉本興業グループの教育機関です。学院説明会オープンスクールは随時開催中です。詳しくは吉本アカデミーのホームページや SNS をチェックしてください。来年40周年を迎える国内最大規模のお笑い養成所 NSC、 歴代 M1 チャンピオンによるネタ作りやネタ見せ授業を実施、お笑いの力で世の中を明るくしたいという熱い思いを持っている人や、少しでもお笑いが好き、興味があるという方の入学をお待ちしております。学院説明会オープンスクールは随時開催中、詳しくは NSC のホームページや SNS をチェックしてください。1月27日木曜日、28日金曜日、31日の月曜日、吉本漫才劇場で NSC 大阪44期現役生ライブラッシュが行われます。詳しくは NSC 大阪のホームページをご覧ください。はい、ありがとうございました。はい、ということで津田君、最後までどうもありがとうございました。またぜひ来てください。お願いいたします。さあ、ということでこんな感じで12月でございました。また1月後の方もよろしくお願いいたします。ということで以上 NSC 大阪44期生配信番組同期でした。どうもありがとうございました。